アメリカのバイデン大統領はメディア主催の晩餐会でトランプ氏をからかうジョークなどを連発し会場を沸かせました。毎年恒例のホワイトハウス記者会主催の晩餐会には歴代の大統領がジョークや毒舌を交えてスピーチするのが習わしとなっています。That's a switch. A president being offered hush money. 29日、晩餐会に出席したバイデン大統領は、ポルノ女優への口止め料をめぐる問題で起訴されたトランプ氏や、ディズニーに提訴されたフロリダ州のデサンティス知事、保守系のフォックスニュースなどを次々とからかい、会場を沸かせました。バイデン大統領は来年の大統領選挙への出馬を表明したばかりですが、主要メディアを敵対視しているトランプ氏との違いを意識してか、自由な報道は自由な社会の柱であって敵ではないと訴えました。